これは二の丸駐車場すぐそばにある売店に置いてある加藤清正の鎧です。熊本城の入場券売り場のすぐそばに神風連戦士の碑があります。斎藤久三郎と加谷晴隆が戦死された場所だそうです。さて、ここは二の丸券売所です。お隣一人800円もします。結構高いですよね。熊本城ミュージアムワクワク座の入園もできると850円になります。はい、これが元旦の日付の書いてある熊本城の入園券です。今日はこちらの入園券は配られていましたのでもらいました。なんと、元旦だけは熊本城のとワクワク座の入園料は無料なんです。熊本地震で壊れてまだ修復中の場所もたくさんありました。熊本城は相変わらずとても美しかったです。すごく久しぶりに来たのに懐かしい気持ちがしたのは子供の頃に来たことがあるからなんですね。横手五郎の首掛け石というのがありました。怪力で知られた横手五郎が築城の際に首にかけて運んだという伝説があるそうです。さて、天守閣入り口まで来ました。ここから6階まで展示品を見ながら登っていきます。ここから入ります。熊本城はご存知の通り、加藤時代と細川時代がありますよね。まずは加藤時代です。熊本城を作ったということで、加藤清正は知られてますが、彼の生い立ちについては全く知らなかったんで、まずは加藤清正の生い立ちについて学んでみます。顔は面長のようですね。加藤清正は、尾張の国、今の愛知県に生まれたそうです。10代の頃から豊臣秀吉に仕えてます。秀吉と柴田勝家との間で繰り広げられた賤ヶ岳の戦いで七本槍の一人として戦功を挙げたそうです。勇敢な武将としてのイメージが強いですが、実際は秀吉直轄地の管理を任せられるなど、行政能力にも長けた人物だったそうです。永禄5年、1562年生まれ。10代の頃から豊臣秀吉に仕える。19歳にして秀吉から120石を与えられる。22歳の時、秀吉から3000石を与えられる。もともと熊本の人ではなかったことが初めて分かりました。26歳で九州出兵をして、27歳で肥後、北半国19万5000石の領主になってます。ここでようやく九州との関わりが出てきてます。29歳の時です。ようやく熊本の城づくり。熊本の熊はもともとはこの字だったそうです。20年目にしてようやく熊本城は完成し、熊本の熊の表記を現在の熊に改めました。熊本城の誕生です。慶長3年、1598年、豊臣秀吉の死去によって日本国内の情勢は不穏な動きを見せていました。加藤清正は培ってきた技術を結集し、茶臼山を本丸とする新たな城を築きます。この新しい城が熊本城の誕生なんです。清正が築城の地とした茶臼山は、約9万年前の阿蘇火山の火砕流堆積物でできています。細長い大地の先端が
やや広がった地形をしていて、天然の要塞となっていたそうです。はい、加藤家の城造りということで、石垣は加藤清正の一流ありという言葉があるそうです。私は恥ずかしながら、加藤清正といえば熊本城としか知らなかったですね。加藤清正は熊本城の他に、肥前名護屋城、朝鮮半島の和城など数々の城造りを経験したそうです。これは大韓民国のウルサン城、ソチェンポ城、これが佐賀県にあります肥前名護屋城。江戸時代前期の儒学者荻生徂徠が石垣は加藤清正の一流ありと言ったように、加藤家の技術は高く評価され、天下普請でも最も重要な天守閣を何度も任されています。この技術力の背景の一つには、三宅角左衛門に代表されるような技術者を家臣として抱えていたことにあったそうです。清正流石垣として名高い熊本城の石垣は、反りが見事なことから、武者返しとして広く親しまれています。天守閣の石垣は、大天守と十数年後に築かれた小天守で異なる特徴を持ち、勾配や石材の加工、積み方に技術の進化を見ることができるそうです。お城には防御装置が組み込まれています。敵を阻む守りの仕掛け、忍び返し、石垣をよじ登ってくる敵を防ぐために先端の尖った鉄串を打ち付けたものです。狭間、弓や銃による攻撃を安全な建物内から行うために外壁に設けた小窓です。そして、いよいよ、忠広時代の熊本城ということで、加藤清正の死後、後を継いだ息子忠広の時代には、小天守が増築され、大天守、小天守からなる熊本城の天守が完成しました。やがて、寛永9年、1632年、45年にわたる加藤家の治世は終わりを迎え、城は細川家に引き継がれることになります。加藤時代の熊本地震は1625年にマグニチュード5から6が起こっています。1632年には加藤忠広改易とは、江戸時代に侍に課した罰で、身分を平民に落とし、家禄、屋敷を没収するものだそうです。この改易によって、幕府が熊本、八代、領城を受け取ることになります。改易の原因は何だったんでしょうか？加藤家の改易の理由は諸説あるそうです。きっかけは、忠広の息子、光政が幕府転覆を伺わせる、幇助事件を起こしたことだったそうです。しかし、取り調べの過程で、忠広自身が幕府に断りなく、江戸で生まれた子と妻を熊本に連れ帰ったことや、徳川家の縁者である妻を冷遇したことも問題となったそうです。これにより45年と短かった加藤家の時代が終わり、細川家の時代に移ることになります。1632年12月、
加藤家に代わる新たな熊本藩主として、細川家が熊本城に入ります。細川家はご存知の通り、11代にもわたって239年も熊本を治めることになります。新しい熊本藩主、細川忠則とはどのような人物でしょうか。1586年、丹後、現在の京都に生まれ、細川忠則は15歳で江戸に人質として出され、徳川秀忠に仕え、厚い信頼を得てます。その後、父の後を継ぎ、小倉藩主になり、1932年には加藤家に代わって熊本藩主となりました。細川忠利は丸顔のようですよね。熊本城に来た細川忠利は、江戸城の他にはこれほど広い城は見たことがない、と書いたそうです。江戸時代は、お城は維持管理されるものとなっていきます。江戸幕府を中心とした政治体制が安定すると、軍事拠点である城を新たに改編することは、幕府から厳しく規制されていたからです。武家小法度ですね。明治時代に入りますと、熊本城は軍用地化していきます。明治4年、1871年、政府は仙台、東京、大阪、熊本の4カ所に軍の拠点である鎮台を設置しました。明治6年には名古屋、広島に新たな鎮台が追加されます。西南戦争を学んだ時に、熊本鎮台の存在は知ってましたが、全国に数少ない鎮台のうちの一つとは知らなかったです。明治9年の10月24日の新風連の変。この時、熊本鎮台は襲撃を受けました。鎮台兵の死傷者は200人にも上ったそうです。明治10年には、日本最後の内戦となった西南戦争が始まりました。熊本城は、薩摩軍と政府軍が戦う最初の舞台となりました。50日余りに及ぶ、籠城戦を耐え抜いた熊本城は、実戦で難攻不落であることを証明しました。西南戦争から12年後の明治22年7月、熊本の町を大地震が襲ってます。マグニチュード 6.3 と推定されてます。熊本城では各所の石垣が崩落する大きな被害を受けました。こちらは天守閣6階からの眺めです。帰りは登ってきたこの階段をひたすら下に降りていきます。改めて熊本城の石垣をじっくり見て回りました。先ほど武者返しについて学んできたばかりなので、すごくよくできてるなぁと感心しながら眺めて帰りました。帰り道は一方通行です。途中、新風連首領の太田黒智雄の戦闘の場所がありました。熊本城ミュージアムワクワク座に入りたかったんですが、残念ながら閉まってました。小腹が空いてきたので、お菓子の購買さんの武者返しを買って
食べました。バターたっぷりのパイ生地でこしあんを包んであって、とても美味しかったです。帰りに通った二の丸公園に10週間跡がありました。1755年に細川藩の指定を教育するために開いた学校だそうです。科目は儒学中心。江戸時代の学校なので、明治3年には廃校になってます。西南戦争、古城、商工、家族、避難跡っていうのもありました。近代側の商工の祭祀が弾丸を避けるために避難した場所だそうです。家路に着く頃には車はそんな混んでなかったので、スムーズに帰れました。